そう練習して大通りに行ってリハーサルの前だったからちょっとお買い物に行こうっていうことでこの飴とバナナチップスとかをこう2人でこれにしようって買って選んでたんだけど、ええ、そしたらサンリオのキティちゃんとかそうキティちゃんとかジュエルベートとかあのトーマスみたいななんだっけ新幹線のマースからじゃなくてマラカスマラカスがあってマスカラじゃないのえマラカスでしょマスカラこっちであマスカラほらほらマスカラマスカラマラカスマラカスだよマラカスマラカスがあってなんか下の持つとこにラムネが入っててそうでこうピーってなってでこのガチャガチャガチャってなるやつだったんだけどそれがもうマリーもゆうかちゃんももうこれ持ちたいって2人でなってなってシャラシャラしたかったんだけどめっちゃうるさくてそう音がすごく大きいの子供のやつなのにこうちょっと振っただけでガガガガってなって多分これで振ったらマイクにカーってなるからこうやんないといけないねっていう話をしててじゃあ何の曲でやろうかって話してたんだけど、うん、なかなか見つからなくてあじゃあ1曲あれだねってなって、いきなりなんかそう2人で何かなって考えてたらそうあれだねとかタイミングもなく何かなって言ってしたら2人で同じ曲を歌いだしたのそうぴったりあったのあれみんな感動ないね二人でいた時は同じ曲でなんか同じとこから歌い始めたんだよなんだっけ何の歌だっけ死んだかあそうそうしなんかそのタイミングもなくシンガーガーゼンボーって歌い出してえすごいすごいってなって考えたんだけどずっとやっぱマラカス持ってたらもうずっとジョン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 ってなってやっぱ曲にこう皆さん見れないかなと思ってやっぱやめようかって言って残念ながらやめてそうやめてでやめた話がしたかったのそれで次に進むと次に進むそうお昼をじゃあ選ぼうかってなってお昼食べに行く予定だったんだけどねそうそうここ入りたいここでもね時間見たらねもう時間ないってなってそうで急いで持ち帰りを探して行ったんだけどもう並んでてあもうここも無理だしょうがないコンビニにしようってなった時にここいいっていうとこ見つけて そこがちょ内緒の話なんだけど空いててそれでお持ち帰りできましたそしてここに来てリハーサルをしてそして今に至りますそうそのちゃんちゃんはいその時にね気がついたんだけどね、うん、マリノンね、うん、マリノンね、うん、意外とね味がわかるの、はあ味がね、なんかね、食べててね、これは何々の味だとか言い出して言うかわからないの。いや、味がわかるんじゃなくて、その味のものをよく知ってるから、食べ物をよく知ってるってことじゃない？はーい。はーい。はい。そう、こんな感じです。はい。そう、マスカラじゃなくて、マラカスの話、そのね、ハモった話を一番したかったのにみんなそこで何もみたいな感じだったからちょっと話しごたえありませんでしたはい。でも言うか忘れたから忘れるくらいの話だったってことなんだよあーきっとあーそれ言わないでよはい、はい、じゃあ次は自分たちの中で一番過酷な過酷な3連発ですはい過酷だよ頑張ろう。おう。過酷っていうかね。なんていうの？なんだろうね。じゃあ皆さんも一緒に汗をかきましょう。イエーイ。